girl, take a look at her, she belongs to me. Yes, that's my girl, hands off, don't touch.皆さんこんにちは、大街道ラジオの時間がやってまいりました。 3G の悟空です。はい、ジャイアント君カッパデカムラです。アシスタントのルンルンです。はい、今回大街道ラジオ第30回と言うようになりました、うん、おー、いいね、キリがいいじゃない、はい、30回、うん、ということでね、はい、もう春爛漫ということで、そうだね、もうすっかり春、ね、桜はもうだいぶね、あー、もう散っちゃったけどね、散っちゃったけどね、うん、もうなんかもうこうけど新緑が今度ね、新緑がね、そう変わってくるって感じで、いい感じですわ、いいじゃないですか、うん、で、うん、ずっとね、ここのとこ花シリーズで、あー、そうだね、花ばっかりで、まあね、気分も良かったけどね、花の前でやってたからね、まあ、ここでね、パーッと飛び出そうということで、ね、お、どこ連れてってくれたのかな、はい、今日は、うん、モナコにやってまいりました。モナコ、はい、モナコといえば F1 じゃないの、 F1 ですよ、 F1 のコースがあるとかじゃ、ということでこちら、うん、ドンドン、あー、これ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 、そうそう、これここのね、これヘアピンカーブとか、ね、セナとプロストがこうブレーキング競争でギューってなったとこ、これここでございますよ、これは、はい、うわ、たまんないね、車好きの僕には、ね、これはいいわ、ね、ちょっと後で走ってみよう、じゃあ、まあね、あとでちょっとね、うん、カーッと走りに行ってみましょう。ちょっとね、はい、ということで、今回もよろしくお願いいたします。はーい、気になるイベントのコーナー、行ってみよう。はい、ということでね、これからのシーズンというと、うん、もうゴールデンウィーク、ゴールデンウィークだよ、楽しみだね、まあ、ゴールデンウィークはね、もうイベントたくさんね、そうです、あるとイベントだらけですよ、もう紹介しきれないでしょうが、はい、この番組でですね、うん、コアな情報あれあれ、あ、まあメインのやつはね、タウン情報誌とかそんなのにいっぱい出てるから、そっち見てください、ね、うちではちょっと ね、マニアックな、どうしても紹介したいね、コアな情報がマニアックなやつね、ちょっと紹介しますよ、ね、大街道ラジオで、ね、以前あの歌友のコーナーにね、はいはいはい、いただいたモリチー君のですね、うん、あ、モリチー君、単独ライブが、お、単独ソロライブということでですね、すごいじゃないの、まあ、いろんなところで歌ってると思うんですが、うん、ぜひちょっと今ね、ちょうどタイミングがいいので、このね、うん、ゴールデンウィークのちょっと前になりますけども、4月27日、27日、はい、土曜日のですね、午後7時からですかね、30分前の、会場なんですが、戸部にあります、ドッグカフェクーの方ですね、うわー、これいいカフェなのよ、あ、そう、ドッグカフェクーいいところなのよ、あ、そこすごい落ち着く、あ、そこぜひ行ってみるべきだね、何の宣伝がしたいんだよ、いや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 、そう、イベントイベントね、モリチー君がね、モリチー君の歌ね、今ちょっとね、流れてると思いますけどもね、この歌 ね、これいい歌だ、また、はい、こう春の歌だから ね、これ4月27日土曜日、はい、午後7時からですね、モリチー君のライブが、はい、あるということで、入場料が1500円、ワンドリンク付き、あ、安い、ワンドリンク付いて1500円だもん、うん、これは安いわ、ディナーかなんかも付いてんのかな、付いてない、付いてない、付いてないと思いますあんまし言わないで、ね、付いてなかったと思います、これは付いてなかったと思いますよ、けどね、あの限定20名様ですか、あ、20名、ね、20名限定ですか、もう早いもん勝ちですよ、早いもん勝ちですね、はい、お問い合わせこちら、こちらですね、はい、電話してちょうだいということでですね、はい、大変コアな、情報ですねイベント情報でございますよまあまあまあね、まあいいじゃないですか、うん、まあそんな始まりでということで、ね、ゴールデンウィーク中にもですね、うん、多分皆さんあんまり、気がつかないかもしれないので、気がつかないかもしれない、そうやね、他の大イベントに紛れちゃってね、紛れちゃって分かんないということで、ね、市民スポーツフェスタ、あ、これいいじゃない、ちょっと、はい、ね、これがですね、やっぱ体を動かす、5月の3日4日にですね、はい、中ね、平成21年の笑顔愛媛国体で、うん、ハンドボール競技会場となる総合コミュニティセンターの体育館で、あ、そこがハンドボールの競技場になるの、はい、そこでですね、ハンドボールの革命児宮崎大輔さん、あ、ね、宮崎、はい、イケメンですよ、あ、イケメンだよ、はい、これこんな感じですね、目力がたまらんよいう感じですね、こんな感じですね、こんな感じね
まあいいや。こんな感じだよね。ね、そういうことで、何ハンドボールのイベントなの？ハンドボールのですね、を楽しむイベントを開催するんです。珍しいね。普通、はい、あのサッカーとか今時だったらね、はい、あと野球とかっていうのはあるけど、うんうん、ハンドボールに特化してるっていうのは珍しいイベントですね。これスポーツイベント。まあお楽しみ抽選会なんかもあるんですが、うん、あとその宮崎選手のね、うん、サイン会もあるんですが、あ、サイン会もあるの？エキシビジョンマッチもね、こう県の代表チームによる、こうね、試合の観戦もできるという。あるんだね、代表チームとか。ね、いうことでですね、まああの総合コミュニティセンターの方にですね、まあ、こちらの方に今、うん、出ておりますが、うん、さっき言った抽選会ではね、うん、素敵な商品がね、当たるということなので、うん、まあ、どんな商品かはちょっとね、行ってのお楽しみということになります。ハンドボールって意外とこう、はい、そんなに接することないよね。そうよね、うんうん、あんまし見に行くこともないしさ、うん、そうね、そのボール自体もそんなに触る、ハンドボール投げで触るぐらいなもんだから ね、 ね、こういうのでちょっとハンドボールにちょっと興味を、ねね、持ってもらいたいですな、ね、うん、本当ね、こういったね、うん、素晴らしい、ね、あの選手のね、そう、なかなかね会えないですからね、うん、こういう選手もね、プレーもね、ちょっと機会が、ね、うん、あるっていうことで、そうそうそう、こういったなんかこう、たくさんあると思うんですよ、触れてないものが増えてくるかもしれない、あ、かもしれないね、うん、コアなやつを、うん、あ、はい、ということで、あとね、やはり同じスポーツ関連ということで、いい、ね、5月の10日から12日までですね、何があるの、ヤクルトスワローズと阪神タイガースの、これは、ね、試合が、ヤクルトの試合はあるよね、必ずね、ボッチャースタジアムがね、今回はね、小学生を2回内野席で無料ご招待ということで、ただで入れんの小学生、ということでね、もうすでに学校などで配布されている機械券がこう必要らしいんですけども、うん、あ、学校で配布してんだそれ、はい、いうことでございまして、まあ、こちらもね、たくさんファンもあの方いらっしゃると思いますので、ぜひ、まあ、ファンじゃなくてもですね、そうですよ、やっぱ生でスポーツのね、このプロの野球選手とね、野球もちょっとあのテレビで見るのと、うん、ああいう球場で見るのと違うよね、そう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 、僕も一回見に行ったことありますけど、テレビだと全部解説とかね、うん、あのアップでこう見せてくれたりするから、うん、全部分かりやすくなってるけど、割とこうバーンとその全体で見ると意外とこうまた、まあ、臨場感はあるんだけども、うん、あのなんていうのかな、テレビで見るのとはまた違った感じで、あの、ね、試合が分からない子供も、うん、あの応援のやり方とかね、そこで、あ、そう、ね、それは面白いよね、あれ、席でこういう、応援団長さんみたいな、応援を楽しむって、はい、でね、これね、開門がね、これ2時間前に、うん、まあ、あの試合が始まるのは、これ何時かな、18時からあるんですけども、うんうん、早くからね、14時ぐらいから、2時間前か、まあでも開門が 2時間前なんですけど、試合前のですね、練習風景なんかを見るとね、うん、そういうのもなかなかテレビでも見れないよね、選手が本当に間近で見られたりとかするので、そうだね、まあ、あのぜひね、球場の方にも行っていただいたらいいんじゃないかなということで、今ちょっと野球離れもあるからね、うん、サッカーがすごく ね、 ね、あの、うん、話題になってるからさ、そういうことでございまして、なかなか身近で見れません、はい、これも ね、ゴールデンウィーク中のコアな情報をお届けいたしました、はい、ということで気になるイベントのコーナーでした、行ってみてね、それはいかんやろうのコーナー、いかんやろう、はい、ということでございまして、はい、うん、今回のそれはいかんやろうネタ、はいよ、来てるんでしょうか、はい、あのメールいただいて、あ、来てるんだ、2通、お、2通も、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、北海道ラジオネームキャンディーちゃん、あれ、キャンディーさん、お、初めて、キャンディーちゃん、キャンディーちゃん、キャンディーちゃん、キャンディーさん、初で、初めてですね、うん、ありがとうございます、はい、この間、うん、初めてコインランドリーに行きました、はい、お、初めて、初めてコインランドリー、初めて行ったの、珍しい、うん、うん、洗濯と乾燥、うん、両方やりたかったのですが、うん、機械音痴のため、うん、機械音痴って、うん、まあ、あれ誰でも使えるようになってるはずだけど、まあ初めてだからね、はい、機械音痴のため、うん、操作方法が分からず、うん、とりあえず書いてある説明に従って操作してみました、それでいいんですね、うん、その通りです正しい、はい、するとまだ洗濯物を中に入れていないのに、入れてないの、回り出してしまいました待て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 、やるねキャンディーさんやるなぁ、ね、どういうことかな、うん、一度回り出すと止まりません
もう慌てて開けてこう止めなきゃこう回らないでってこう止まりませんと注意書きがあり最後まで最後まで聞きましょう聞こう聞こうじゃあ読んでみましょう一体いつ洗濯物入れるんだったの、うん、とびっくりなるほどね、うん、説明書きには洗濯物を入れるタイミングは書いてくれてないんです当たり前だろかわいいなこれすごいな衝撃的だわ私はやり方がわからないので書かれている通りにやっただけやっただけだよねやっただけですよ、うんはい、確かに結局もう一度回すことになるそれ回ってる間ずっとあれなんか1時間ぐらいかかるじゃんあれどうしようもなかったの感想も入れたらさ800円を無駄にしてしまいました800円無駄にした無駄にしちゃったね時間も無駄にしたねそうですよそれ娘は普通最初に洗濯物入れるやろと言いますが、うんうん、そうだお母様の年代なのかな、ね、あそうか、うん分からない人には分からないんです。分からないよ。まず洗濯物を入れるところから説明を書いてほしい。そうですよね。そうですね。これはいいな。いかんよね。洗濯物先に入れてって書いとかないと。いや、納得いかねえな。納得だったかな。うんうん、あの非常ベルってあるでしょ。非常ベル。押すって書いてある。押すって書いてあるよあれ。押してね。押したんだ。押すって書いてある。それは説明通り。説明通りやってみたんだ。非常事態が起こったら押しましょう。ああ、そうですね。書いておけと。そうね。押すって書いてあるから押しちゃうよ。だからその子は間違ってはいないと。それで怒られたけども非常ベル。あちこちのこうお店のドアなんかにプッシュって書いてあるとかするから、全部押してます。そうね、回ったりしてね。みたいなことちょっと似てるかな。まあ、まあ逆の意味でね。逆の意味でね。けど。なるほど。初めてコインランドリー。まさか。何したってさ、まあ、衝撃だっただろうね衝撃だったんでしょうねだって洗濯物入れてないのに回り始めた回り始めちゃうからね、うん、これびっくりしたと思うそうか、うん、あのハンドアになってれば、うん、あそうよね入れるところから思われたけど閉まってると、うん、あカチャンってロックかかっちゃうんだよね、うん、あれ回り始めたらなんか開けちゃいけないような気持ちですね、うん、開けれないでしょあれ基本もう回っちゃったらもう水がじゃばーって出ちゃうからコイン入れてから開くのかと思ったかもしれないし、うん、コインロッカーみたいになるほどな開かないの？だって開くんですよ洗濯機ってこう、うん、こうだったりとかする今横型なの？あれは乾燥機でしょ？横ですよ横にバカって、うん、で横にバカって、うんうん、でコインランドリーのやつはあれでしょうかこの縦に回るやつ、うん、やあそうなんですよ、ね、だから開かないんですよ、ね、開けれない最近行ってないから扉が閉まってたんだな多分なるほどね開いてたらね入れるかもしれないけどあーなーあそこまでやっぱり説明がいるか説明をきっちりね書いておいて、まあ、読んだのにねちょっと納得いかないかんやろうだけど、うん、まあまあいいや、うん、いかんやろ、はい、続いての、はいはい、ありがとうございます、はい続いては、はい、北海道ラジオネームさだゆうくん、あ、さだゆうくん久しぶりですね、はい、本当だね久しぶりでありがとうございます、はい夜10時頃に、うん、10時頃に、うん、とあるガソリンスタンドの 前を通りかかった時に通りかかった、うん信じられない光景を見て信じられない光景がそれはいかんやろうって思ったので久しぶりに送りますなんだなんだなんだもう、うん、言ってみろ言ってみろガソリンスタンドの店員さんが清掃用清掃用思われる雑巾でキャッチボールしてたんですあさキャッチボールねあーもういかんやろな感じやなそれ、うんはい、なんだそれでどうした、うん、雑巾を固結びしてボール状にしてましたボール状にしてるんだ、うん、それで、まだ営業中やろ、うん、営業中やろ、うん、営業中だから俺だけじゃなく、うん、たくさんの人見てるぞからのからのそれはいかんやろあれあまあ、キャッチボールさえいかんやろっていうねその営業時間中なのに、うん、その見えるところでキャッチボールをしてたのがいかんやろ、うん、しかも肩結びにしてるのがいかんやろと、うんうん、柔らかく結んどけと そ, いい、うん、そこじゃないよ、ね、結び方の問題じゃないのかやっちゃいけないって説明書きが必要やろうって話だよ、うん、あーそれも分かんなかったんだその店員が書いてなかった書いてなかったとその就業規則にそんなことは書いてないとそうそうめんどくせえ
わ本当。別れと、そんなことは。ああ、そんなことはね、そんなことは別れですね。ですよね、という、いかんやろ。ああ、なるほどな。これでもいかんやろですよね。お客様がいる前で。なあ、そうだな。それはそこでね、あの、お客さんの車に向けてこうやって投げてれば。ああ、そう。バーンってね。だから、なんだとかって入ってきて、いらっしゃいませみたいなね。ああ、こう走ってる。そうそう、走ってるんですよね。なんだって、昔なんかそんなゲームあったよね。こうなんかこう通ってるやつをこう打つとか投げてこう倒すやつってあったよ。あの感覚でやるよね。これでもなんか似たような話で、私あの思うのが、あのよく飲食店で、お客さんがいるところで従業員怒ってるっていうのよくない。ああ、わかるわかるわかる。あれはちょっと裏手でやってほしいなって。ちょっとね、席外してね、そういう指導ができたものがホールに出るようにとかしてほしいな。あ、そうか、調理してるやつがダメだとかって言って、っていうか、なんかこの、うん、そこはこうじゃないと、厨房、お客さんの厨房だとやってたりとか、ホールの係の指導をそこでしてたり、まあそれはいかんけど、特にこう料理作ってるやつ、それはいかんとかって言ってたやつが出てきたらちょっと困るよね。出すんかいそれみたいな。それは作り直していただかないと。それはいかん。それはいかんでしょ。そういうね、お客さんの目っていうのをね、そうだね。やっぱりそう、サービス業はやっぱり。そうですよ。サービス業は常にやっぱりそういうところ気を使ってね。うん。しなさいということだね。ですね。うん。なんか他にあるんですか。言わしてくれる。あるんだ。あるよ。ある。言わしてよ。あのカフェに行った時ですな。あのちょっと僕お腹が痛くてですね、トイレに行ったんですよ。でトイレに行ったら、パッと開けたら、うわー、もうちゃんと流してない。流してない。もうでそこはあのウォシュレット、いわゆるあのピューって洗ってくれるやつ、あれがついてたんでね、まあまあ別に普通じゃないですよね。だからピッとしてたら、そのウォシュレット直腸洗浄をするのかというぐらいの勢いで、わかります。まあわかるけどね、最強になってたんですよ。あ、でもうちいつも最強だけどな。あれそう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 、待って、僕ね、あのウォシュレットっていつも最弱で使うのよ。で、そうなの。うん、そう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 、どっちかと強めの。最強の奥まで入んない。そう、なんか穴開けてたの。いやいや、穴あるでしょうが、出てくるとこの穴が。そこ、最強にします。最強する人もいるでしょ。うっそ、僕はあれ5段階ぐらいなってるじゃん、大体。で僕はね、さっきも言ったように最弱しか使わないから、なんでこの上の4つってそんなに勢いいるかと。最弱っていうのはなんで最弱にするの。だからそれがちょうどいいぐらいだから、僕は意味あるかっていう。意味があるのかな。最弱の意味がある。濡らしてるだけじゃない。そんなことないよ。最弱でも十分こう、あのうまくこう調整こう調整したらさ、ピンポイントで払ってくれますよ。それがよ、それがしかもよ、ちょうどちょうど、まあ最弱のね人がね、最強はそれびっくりする。そう、ほんとにね、思わずうわ飛び上がっちゃった。浮いちゃうぐらい。浮いちゃったんだ。あれね、でもルール最強だっていうから、最弱だったら何これぐらいな感じ。最弱だったらもう普通に拭いたんでいいやん。あ、そうなんだ。あら、ちょっとそれはあれだったな、僕の基準が違うのかな。で、まあとにかくそのね、最強にしたままにしとくなと。まあ自分がまあ例えば最強が好きだったら、それはそれでいいですよ。使った後にまあ真ん中、その5段階の真ん中ぐらいに戻しとけと。じゃないと僕みたいなあのひ弱なお尻の子はその圧に耐えられないのよ。もう本当に腸内えぐられるかのように、うつべしうつべしってね、入ってきたから、これはびっくりしたよっていう話。ああ、そうです。ちゃんと流して帰ったの。当たり前です。僕は流しますよ。ちゃんと流しました。そうそう、その2つね。ちゃんとそのトイレのマナー、ちゃんと皆さん守りましょう。はい、それはいかんやろうのコーナーでした。はい。
愛媛魅力発見のコーナー、見つけたぞ。はい、ということで今回もですね、はい、愛媛大学の総合政策学科米田ゼミの二人来ていただきました。じゃあ先に自己紹介の方から、うん、そうですね、よろしくお願いいたします。はい、はい、愛媛大学法文学部総合政策学科には観光まちづくりコースがありまして、そこの、米田ゼミの3回生の佐竹昭彦と申します。大学ではマッチというあだ名で親しまれております。よろしくお願いします。マッチだね、マッチだね、ずるずるしね。はい、はいはい、私も同じく米田ゼミの3回生岸恵里子と申します。あだ名は、名字のそのままでキッシーです。あ、やっぱりひねれよ、それでキッシーとかさ、キッシーじゃなくてキッシーなのね。キッシーもありますし、キッシーも言われます。キッシーキッシーとかさ、あ、言われます。あ、キッシーキッシーはあんま良くない。まあ、いや、そんなことはどうでもいいんですよ。じゃあ、マッチとキッシーで、お二人に、今日はね、どんな魅力を伝えていただけるのかということで、はい、ですね、うん、私たち今、動画の方でアンケート、はい、観光客の方にアンケートを取ってまして、はい、この間行ったんですけど、その時にその前日に愛媛 FC 対松本山形という試合がありまして、うん、そこでの、ね、松本の相手のサポーターの方が実際に動画に観光客に来てるってことを、うん、実際出会ったんですよ。そうだよね、せっかく愛媛に来てるのがね、はい、そう見まして、うん、今までそういうことがあると知らなくて、あ、そうだよね、相手の方がこう動画に来るっていう、うん、その仕組みというか、これが取っていったらどうかなっていうことを考えたんですけど、はい、いい切り口じゃん、なるほどね。愛媛 FC をこう見て、さらに松山も観光するって、なるほど、新しいこの流れっていうのが生まれたらどうかなっていうことを一つ見つけたんですけど、見つけたと、はい、はい、そこから、どんなそのなんていうんですかね、具体的な具体的 な、プランニングっていうか、松山って、はい、松山城とか道後とか、はい、いろいろそのメジャーな観光地がこう代表してあげられるんですけど、うん、はい、それ以外にもまだまだあるんですよね、うん、あのこちら三つの出身なんですけど、三つ、はい、キッシーは三つ出身だ、はい、出身です。で、愛媛 FC の、うん、の練習場があの梅津寺の足立町、ね、あ、ありますね、あるね、はい、うん、そこにあのその愛媛 FC の、うん、ファンの方にも行ってもらったりとかして、うん、また今はあの三津浜っていう地域もすごい町づくりに積極的に三津浜自体がね、はい、ね、やってるね、そういうところにも、うん、こう愛媛 FC のファンの方に来ていただいて、うん、三津浜も観光していただいて、うん、さらに、まあ、道後にもつなげて試合を見たら疲れを癒やすという、うん、そういう、ですね、プランみたいなのを考えたら、もっと今って愛媛 FC の観光客の人、試合観戦する人が、うん、少ないんですよね。あの間開幕戦見に行ったんですけど、毎年6000人ぐらい来てたんですけど、今年4500人ぐらいで、ちょっと減っちゃって、僕ももう毎年毎年見に行ってるので、マッチも好きなんだ、大ファンなんだ、マッチ大好きなんだ、 J リーグに参戦する前からずっと見に行ってまして、もっと多くの人に来てほしいんですよね。だからこうあのアウェーの人に限らず、うん、その松山市民でまだまだ来たことない人とか、うん、愛媛県内の人がこう試合を見に来てほしいんですよね、うん、ただこう試合を見に来るだけっていうのもやっぱサッカー好きな人は見に来るんですけど、うん、それ以外の人になかなか来ないっていうか思うので、その試合プラスアルファでこう松山を観光してもらうとか、うん、改めて愛媛の魅力っていうのを、その愛媛 FC を一つのツールとしてツールでね、こう発信していけたらどうかと考えてるんですけど、今回その、まあ、具体的にちょっと調べてるのかどうかわからないんですけど、はい、そのアウェーで来られたその、松本の、はい、チームの、 そのサポーターの方々って大体どれぐらい来てたんですか？あのアンケートを取った時がもうほんと一人だけだったんですけど、あ、一人だったけど、でもそういった人がいるとゼロと1でなんか全然違うと思いまして、うん、実際に来るんだってことを今回見つけることができたので、うん、新たな発見だよね、はい、うんうん、ちょっと考えとしては、うん、その試合を見に来た人にこのパンフレットっていうのを渡したりとかして、ええ、松山の魅力を相手の人に伝えるとか、はい、そういったことができたら、こう、あ、試合見たついでにちょっと松山して観光して帰ろうかみたいな、うん、例えばね、僕ちょっと提案あるんですけど、はい、そのいや、もう来る先が決まってるわけです。松本の人たちが来るわけだから、来る前に、こんなとこがあるよってその先にこう案内を出しておくと、あの相手のサポーター、いいサポーターさんにね、うん、そう、こっちでね、あの松山の人、県外の人って分けるの大変だから、うん、そうそう、先に、うん、
しとく、アプローチしとくってことだな。そうそうそう、でもどこにいるか分かってないわけだからね。そりゃそうだよね、よそから来ないからね。狙い撃ちだこれ。あ、でもその切り口がね、あ、そういうサポーターさんたちがね、うん、松山に来て観光してくれるんだってことを知ったってことだけでも違いますよね。うん、そうよね、うん、そんな考えも及ばなかった。なかなかね、うん、だから逆に考えてみてもいいよね。もしあのこっちのサポーターの人がもし、まあ、松本だったら松本の方で試合があるときに何があったら向こうにその行きたがるかっていう考え方、ああ、ね、逆の発想で考えてみたら、うん、そしたらこっちだったらこういうことやれば多分自分だったら向こうから来たいなって思うんじゃないかなと思う、うん、そういう考え方、逆の発想もあるだよ。私たちちょっと経済生活政策学科に入りますか。ちょっと講師総合政策学科、総合政策学科、総合政策学科。違ってるじゃん、いつも間違えるからね。間違えて何回言ってもらってんだから、そこ間違えちゃうんだよ、なるほど、いいじゃん、ね、だけどね、切り口としてはいつも来てくれてる、その、うん、応援してくれてる方に、そう、うん、逆にアンケート取るっていうのもちょっと今回なんか新しい考えをもらって、うん、おぜひ実践できたらこの番組でと思いますね、うん、そうですか、これから逆にそうですね、あの後で報酬もですね、できたことで あんまりそこに乗らなくてごめんごめん、いらんふりしちゃったね、すごいなんかあごめんね、新しい発見というか、あそうだろう、いい番組ですねけどそれは若い人の発想だよ ね、 そうね、本当にサッカーを切り口にそういう観光に結びつけるっていうのはね、やっぱり今まで何度もそういう試合も今までずっとあったわけだけど、ね、なかなかそういう結びつきってできなかったけどね、もしかしたら新しいものが生まれるかもしれないですね、これから実際ね、FC などのサッカー以外にこんなことやってみようかっていうような予定とか計画とかってあるんですか。これからですか、はい、愛媛 FC 以外、はい、あれもうそれでずっとサッカーばっかり、サッカーバカなんですよね、サッカーバカなんだ、マッチ考えられない、マッチ何年間サッカーしとったんだっけ。もう小4からずっと、あもうずっと社会人リーグ入ってやってるんですよ。あ、なるほど、そうなんだ、はい、プレイヤーでもあるんだね。そうですね、サッカー大好きすぎて、サッカー以外でも一応愛媛マンダリンパイレーツもありますから、あそうサッカーじゃないよ、海外でも野球もあるから、もしかしたらそっちも考えてきてるかもしれない、ね、同じことですよね。以外、競輪とかも、あ、競輪もありじゃない、そうだよ、松山競輪の場合どこから来るか分かんないけどね、ちょっと市民の人かもしれないかもしれないしね、うん、そういうスポーツとね、こう観光を結びつけるなんて、ね、うん、いいじゃないですか。街づくりというか観光をつなげていくの、うんうん、僕もちょっと卒論の一つにちょっと書きたいと思ってます、ね、卒論に書いていこうと、はい、なるほど、なかなか今まで書いた人がそこまでいないらしいので、あ、それについてはね、ぜひ新しいことに挑戦してみようかなと、思うので、なるほどね、はい、うん、他の人にそのちょっとネタ振りでちょっとなんかね今あったら言っといてもらったらね、そうそう、今悩んでる人いるかもしれない、ね、じゃあ俺もそれに、あそうもう俺多分テレビ見た人はみんなそれで卒論出しちゃうからぜひ使ってください全然いいので、ちょっと作戦失敗したなこれ逆に書いてもらったものをこう参考にできたら、ね、よりいいものができるかもしれませんから、真剣取ってもらったりしてね、ちょっと逆に道を切り開いてもらえるみたいな、ね、あるかもしれない、ね、そうですね、はい、うん、本当まあね、うん、そういったスポーツ、ね、うん、もうサッカーだけに限らずね、やっぱりこうせっかくね、そう、そうやって県外から来るきっかけっていうものが ね、うん、あるわけだからね、はい、そこに、うんうん、それを利用しない手間ない、シーボー一つ の、 こうあの観光のツール、うん、松山とかが愛媛の観光のツールにつなげていくことがやっぱこれから大事というか、それによって松山市の観光客も増えますし、うん、こうもしかしたら愛媛 FC のサポーターの人も増えるかも、うん、それもあるよね、両方ともの、ね、効果、やっぱり人が集まるとこ集まるからね、人は、うん、これからいいこと言うよ、俺2つ考えていったら両方とも向上効果が測れるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、はい、今日とてもね、いいアイデアをね、なんか新しいアイデアが生まれそうだね、ここから、はい、あ、楽しみにしてますよ、はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。フォーチュンテイラー内田の運勢鑑定、わー神秘的、はい、ということで内田先生、今回もよろしくお願いします、はい、お願いします、
はい、で早速ですけどね、はい、前回から一泊から九州まで、はい、まあ、それぞれのことを分かりやすくお話ししましょう言うて、はい、一泊のところで終わってしまったわけなんですが、はい、そうですね、覚えていただいてますかね。ここでキーワードになるのは、はい、まず水ですから柔軟性がありますよっていうことですね、うん、それと順応っていうかな、はい、うん、いろんなものに順応するというもの、これ人間性にも当てはまってきますからね、はい、言い忘れとったことがあるんですけど、はい、一泊のキーワード、あ、あるんですか、意外なんがあるんですよ、はい、お、はい、美男美女系が多いんです、この統計学って面白いですよ、あとでもいろんなもの出てきますから覚えててくださいね、はい、これがまあ一泊水星のことのね、おさらい的なことですが、はい、今日は自己不動性というね、はい、2番目ですね、そうですね、だこれ自己苦という後ろに土星、前回は一泊で水星水でしたから、この土星ですよね、土星って他なかったですかね、豪土星でございますよ、豪土星がありましたね、はい、もう一つあったんですよね、覚えてますかね、もう一つあったっけ、9 違います、ね、違うな、土星そんなにいっぱいあったの、はい、この土星だけが唯一3つある、うん、あ、そうなんですね、はい、9つの星に7つの色があって、うん、ね、5つの星って言いましたよね、うん、5行があるんですよ、うん、八白土星、八白なんだ、はい、でこの3つの土星があるんですが、実はこの自己不動星と、うん、ジャイアントさんの、うん、はい、五黄土星は平地、うん、要するに低いところを意味する土星の土なんですね、うん、で八白土星は山、高いところを意味するって微妙に違ってくるんです、なるほど、はい、でそれぞれ同じ土星でも意味合いがありまして、うん、今日この時刻土星は時刻って黒がつくからっていうところで覚えてもらったら覚えやすいと思うんですけど、うん、黒い土、うん、黒い土ね、はい、をイメージしてください、うん、黒い土ってことなんですね、はい、そしたらもうそれで分かった、次は午後の時はどんな土地、黄色い土、そういうことですね、そういうの覚えていただいとったらいいんですよ、っていうことですね、これどういうことかと言いますと、うん、高度、うん、耕す土をイメージしてください、うん、土、畑の土のことですね、田とか畑とかのイメージしてくださいよ、うん、そうすると、うん、種だとかいろんなものを、うん、要するに巻きました、うん、育てましたっていうのが、うん、これ、耕す土、田んぼや畑になってきますよね、うん、ですからこれは母なる大地を意味するんですよ、うん、この自国土星っていうのは、うん、おい、ですから、うん、この女性が自己不動性、身近な方にいますよね、確かに、自己不動性、思い当たる方いませんか、私も身近にこの自己不動性がたくさんいるんですが、あら、そうなんですか、はい、女性がこれもしますと、うん、9つの星の中で、ナンバーワン、要するにお母さんだとか家庭の奥様、うん、ね、妻だとか、うん、そういう立場でものすごい腕を振る、あ、そうなんですね、もう9つの星の中でナンバーワン女らしいですよと言うて言われて、なるか母なる大地ですから、育て、育み育てていくわけです、産み育てていくわけですからね、全然私違うわ違うね、やっぱ一泊はイメージ違うでしょ、これが自己不動性なんですよ、嫁にするには最高、最高ですね、ですから子供さんなんかが生まれましたら、いい意味での教育ママですよ、お母さんが子供さんと同じ目線でもの言ってさ仕上げたりすることができるという、あ、そうか、私なんかもいっぱいで子育てしてますけど、うんうん、もう何人でも平気っていうね、お母さん結構やっぱりいらっしゃる、なるほどね、やっぱそういう人は自分で独占する、これが自分で気づいてない方、残念な方たくさんおりますよ、最高のお母さんで最高の主婦になるものを持ってるのに、うんうん、ね、それを気づかずにというような方が出たりします、うんうん、じゃあ今度これが男性になったらどうでしょう、あ、そうですね、男性だったと思うんですよね、やっぱり男性のが、じゃあ母なる大地ですからどうなるかと言いますと、自分がトップになってゴン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 やっていくよりは、うん、ナンバー2、うん、共同経営として補佐的な立場に回ったら才能を発揮しだす、なるほど、そうなんだ、これイメージ湧きませんか、女性としてお母さんとして妻として、うん、それね、要するに腕を振るうんであれば、うん、要するにある方を補佐して、うん、縁の下の力持ちみたいな方にしてですね、やるって言ったらイメージしていきますよね、キャッチャーですね、まさに、ね、まさにその通りですよ、要望役、要望役、その通り、おっしゃる通りです、ね、私これつい使おうかな、ね、そんな感じ、はい、まさにそういうことです、これをね、要するに覚えておいていただくんです、うん、
で一泊の時覚えていただいた時刻を覚えていただいたとなってくると、じゃあ後で人間関係のことなんかを今度触れる時にね、あの時に言ってたここへつながるんかっていうのが分かってきますからね、はい、これが、時刻土星のキーワードっていうのを覚えてくださいよ。同じ筒でもちょっと違う、大事です、花の大事ですね。じゃあ次は2の次ですから3ですよ ね、はい、これ三匹木星というか木星になるわけです、木星ですね、木星はもう一つあるんですよね、そうですね、白く白く木星、白く、じゃあこの同じ木星でも三匹の木星と白く木星は意味合いが若干変わってくるんです、同じ木ですけど、三匹は前にも言いましたように季節で春のところに来てましたでしょ、ですから芽吹いてくる状態ですよ、草木がね、要するにやっとこうなんていうんですか、まだこう芽を出してきた、発芽してきた、こういう状態を三匹木星っていうわけですね、白くはまた違う木星ですから、その白くの時でまたご説明しますけど、三匹はそういうふうな状態で木星なん、ということはどん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 発芽してくるわけですから、おいおい、9つの星の中でものすごい活力が強いと思ってもらったらいいですよ、それは今年がってことですか、じゃなくてもともと持ってるキーワード自体が、草木が勢いよくこう伸びてくるわけですからね、三匹木星の意味合いのところはそういうものを持ってるんですよ、九星の中で最も若々しく活動的なのが三匹木星、なるほど、そうね、それだけにこの三匹木星は若年運、初年運といって、早い時に自分の基礎型目をしておかなければ中年晩年でちょっとご苦労の状態がきつくなっていく、そうなんだ、早い時に勢い、そうそれに乗っ取って、それで活力を旺盛な、だから万年青年でもあるんですよ、三匹の方は男性は、いつくつになってもですね、駆け終わったような性格で活動的ではあるんですよ、ね、でそういったこともがありますから、晩年でご苦労するいうても精神的に青春っていうんですか、年齢はいってても気持ちの中がぐーっときてる人だったらこうはなりにくいところがあるかもしれません、こういうふうな形で三匹っていうのね、だから女性に今度置き換えたらどうなるか、これは女性だとどうなんですか、これが立つんですよ、あ、これが立つんですか、なるほど、その立つのはお腹の中には何もないの、周りにいませんか、もうちょっとこうなんていうんですか、お年寄りがよく言うオブラートで包んで可愛らしい言えんかねとかいう、もうズバッと言っちゃうんだ、言っちゃう人っていませんか、なるほどね、そういう人は大体この三匹木星か、九星気学で見た場合ですよ、他から来てる場合もありますけど、九星気学で物事割とズバズバッと言える女性が多いんだ、で男の人も竹を割ってるわけですから、歯に切れんってよく言うじゃないですか、そんな感じですわとこう言うんだけど、お腹には何もないんですよっていうこと、嫌味っぽくないんだね、そういう、ね、それからお年亀してきてもってはもう子供がそのまま大人になったような感じだと思ってもらったらないんです、ね、でこれが三匹木星、ね、面白いですね、だいぶ感心していただきましたんですけど、どうですかね、こんなあたりいいじゃないですか、ね、でも本当1年違うだけでそんなにね違っちゃうんですね、これが前にも言ったように、2月の3日であれば前の年言いましたでしょ、2月の4日だったら今のままで、それでまた極端に言うとたった1日で、違うわけです ね、そんなバカなと思うかしれませんが、これが変わっちゃうと面白いですね、はい、もう今日はね、時刻とね、三匹の人はね、はい、あ、そうだそうだと思いながら ね、でそれに気づいてない人はね、はい、あ、そうだったんだと、はい、改めてそういうことを知ったら、またね、これからの行動も変わってくるね、はい、面白い、はい、ね、はい、僕はね、白くなんで次回がすごく楽しみ、そうですね、いよいよね、ね、ゴーダーゴーダーせいですけど、続いて次回はもう、よほどスペシャル、うん、そうです、スペシャル、これでもう、瀬先生のコーナーも1時間お送りしない、お送りしない、あ、お送りしない、痛くて、ね、あ、ね、そうなんですよね、はい、はい、ということでね、はい、今日もありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、Facebook の友達に会いたいのコーナー、会いたーい、はい、ということでですね、今回は、前回の大政美智子さんのご紹介で、おいおい、西口照彦さんにお越しいただいております、それではお呼びしましょう、はい、はい、
チャ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 ラチャチャー、どうもさー、ようこそ。早速先にですね、はい、自己紹介を一番こちらのカメラの方に向かって、はい、はい、お願いいたします。伊予市の方でコーヒー豆屋をやってます西口照彦と申します。お店の名前はロダンと申します。お近くの際ぜひよろしくお願いします。はい、はい、西口さん、うん、ロダンという、うん、コーヒーの豆を豆屋さんなんですか。はい、メインなんですけど、まあ当然ね、そこで飲むこともできますか。飲んでテイクアウトの方をやってます。あ、そこで飲めるわけじゃないっていうことですね。あ、そうなんですね。本当小さなお店なので、本当に、コーヒー豆を売ってらっしゃる。だいたいメインが通販とかネットが主で、でやってるんですか。もう何年ぐらいされてるの。もう22年ほど。ずっとそこでやってらっしゃるんですか。今は国道筋でちょっと喫茶が始め、もともとは喫茶で入ってコーヒー豆屋に移転して、でも道路が拡張したもんで、してこの奥にちょっと引っ込んで、伊予市なんですよね。僕実は伊予市なんですけども、伊予市のどこなんですか。小港っていうところ。僕も小港なんですよ。あれものすごい近いじゃないですか。全然こういう朝日の真ん中市もなんか似てる感じ。似てますけど、まあね、今登場される時すね、ずぶそう、背が高いですよね。81ほど。じゃあお店もかなり高い感じ。はい、そうです。いや本当に西口ちゃん乗らなくていいからもう乗らなくていいもうどんなだからね。そうなんですね。そんな感じで、もうそれは昔からその喫茶店をやっと代々やってたんですけど、どうしても美味しいコーヒーが飲みたくって、美味しいコーヒーってどうなんだろうと思って、まあちょっと本を見てみると焙煎っていうので、焙煎の意味が分からなかったんですね。焙煎って何って聞くと、いるというのが、そうですね、いるなら土鍋でいれるだろうっていうところから始まって、土鍋でやれてたんです。普通フライパンでしょ、思いつくの。土鍋思いつかないでしょ。土鍋でずっとやってたんです。それは土鍋でやることによってまた何か違うんですか、コーヒー豆を入れるっていう。 どうなんでしょう。でも今って思うとガスコンロの上で金網でこう放禄というのがあって、そういうので焼いたりもできるんですけど、そういう知識は全然なくて、とにかく土鍋しか思い当たらなかったんです、ね、それは知らなくて土鍋だったんだ。別にそれにこだわったわけではないんだ。結果良かったんですね、その方が。今と思うと熱源、そうなんですよ、熱源ほっこり、そうなんですね、あったまりそうですね。良かったもんで、まあホームランバッターじゃないですけど、たまたま美味しいのが何十回か焼いた後にできて、でそれが僕はやってるぜ、いけてるぜみたいな、俺天才かもみたいな、おいしいみたいな。でも土鍋でやるとなるとかなり時間もかかりますよね。かかりました。で量も知れてるじゃないですか。 100g ぐらいでずっとやってたんで、でまあ最初はそういう感じでうぬぼれてやってたんですけど、次出ないんですよね、そういう味が。それは良かったけれども、全然出ないと思った時、そういう感じでずっと焼いてて、まあ仕方なくじゃないんですけど、こんちきしょうですよね、なんでこんなにやったの、なんでよくないんだ。でも毎日毎日そういうのを繰り返して、なんていうんですか、ハマったっていう感じがさ、それは今のお店をやる前にそういうところにぶつかった。そうなんです。なるほど。でそれからもずっと試行錯誤を、まあある期間から大きな機械のロースターを買えばいい、良かったんですけども、怖くっても、もうその時点でお客さんがもうかなりついてたもんで、やはりもう味が変わるっていうのが非常に怖くて、だからこの路線でどうにか行けないものかと思って、10キロの釜を作って、自分で作ったんですか。自分で作って、釜を自分で作ったんですか。でこう手回しやったんですけど、自分の手回しでゴロゴロと焼いてたんですけど、いかんせん10キロで鉄板で塊ですから、重いんですよね。重いですよね。はい、腰と肩を痛めてしまって、それからもうこれはダメだということで、モーターをつけて、モーターにくるくると回るように。今はそれです。あ、それでやってるんですね。すごい。あれみたい、ガラポン抽選。そうだよね、大きいガラポンみたいなもの。1個ずつ豆が出て、ああ外れだみたいな。
そんなバカだ、いくら経って時間が足んないですね。へ、ね、そういうあのコーヒー豆はあの地元のカフェとかに卸されてるんですか？そうですね、地元は意外と少ないんですけど、そうなんですか、大体県外の方に、まあそのね、ネット販売もされてると多いもので、北海道とか岐阜とか福井の方とか、そうです、北海道の方まで、はい、メインは個人売りがやっぱりメインになってくる。そうです、はい、そうですよね、少量生産ですもんね、はい、ある意味多くはできないです。ああ、ですもんね。最近少しずつあの松山のお店も卸させていただいて、はい、なるほどね。お店に行ったらこう引いてもらえたりはするんですか？できます、はい、もう毎日焼いてますので、うん、もう本当は少量ですずつしか焼かないし、まあ、あの種類が少ないんですよ、うん、あまり多く種類あの出せないので、うん、一人でやってるし、うん、ということはもう基本的にブレンド、ブレンドが2種類しかない、うん、2種類、もうその2種類だけ、それだけなんですか？あ、そうなんですね。飲むことはできるし、引いてすぐお出しすることもできる、うん、それはぜひそのブ、豆はどこ、うん、仕入れは もちろんコロンビアとかブラジルとかああいうとこなんですけど、うん、それをまとめたあの商社がありまして、うん、トナさんっていうのが大阪に、うん、そちらの方でこう引き受けていただいて、うん、あのドンゴロス一つ60キロ70キロ大きいんですけど、それを仕入れてやっていくっていう感じなんですけど、今そういう機械式になってこられたということですけども、やっぱり最初のその土鍋でやってた時の味っていうのはこうずっと継承できてるんですか？あ、多少違ってますね。違ってはくるんですか？やっぱりあのホームランがまだできてないんです。ああ、そっからね、ホームラン、次のホームランがちょっとあのホームランがまだ出ないんですよ。ちょっとこれはまた奇想天外なこうやり方をね、もうこれ考えちゃダメなのかもしれませんね。ね、職人の世界ですもんね。まあ、そうですね。いる時から入るとね。焼けないんですよ。私もマシにはなってるんですけど、飲めるコーヒーにはなってるんですけど。なんでカフェにはしないんですか？あ、やってたんです、昔。昔やってたんですね。ずっとカフェにやってたんですけど、うん、どうしてもこう集中したいんですよね。コーヒーに分かりになれない。本当に職人ですね、西口さん。これもこれもっていう、もうすごく不器用なタイプなので、一つしかできないので、もう迷惑はするかやめちゃえみたいな感じで、まあでもね、ここまで突き詰めるね、こうタイプだっていうことなんだけども、そのちょっとプライベート知りたくなるんですよね。そうですよね、仕事の話ばっかりじゃね、あれですから、プライベート、あのまずあの結婚はされてます。ああ、そうなんですね。で、奥さんも一緒に、一緒に、あ、そうなんですね。ネットの関係は全部奥さんの方がやってくださって、まあ、コンプをしてっていう形なんですけど、ああ、そうですか。お子さんは2人います。いらっしゃるんですか？もう大きいんですか？大きい。もう高校、今度3年生。今度来た子が女の子、高1です。ああ、そうなんですね。高校生。そうか、そうか。どうした、なんか悩みがあるんですか、ジュージさん。いや、大きくなるのね。そうですね、みたいな感じで。子は育つね。入学したばっかりですよね、もうね。そうなんですよ。そうか。とりあえずは一安心なんですけど。よかったじゃないですか。え、西口さん自身はおいくつなんですか？僕48なんです。あ、48？ 48 じゃないですか。48、今流行りの48 48みたいな聞いてますから。ここのコーナーよく48の人来るんですよ、また。なぜかしらね、48の人。結構勢いのある人多いよね、48の人は。次のお友達をですね、ご紹介いただきたいんですけれども。革職人さんの。革職人さん。後藤さんっていう方。後藤さん。なんか聞いたことあるぞ。そうですか。なんか嫌な予感が。嫌な予感ですね。とりあえずちょっとじゃあ、後藤さんにですね、ちょっと連絡を取っていただきましょう。お願いします。さて、石口さん、はい、いかがですか？お父さん、いかがですか？大丈夫です。大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか？ありがとうございました。嫌な予感するんだけどな、俺は。何か。まあ、いや。まあ、でもね、職人さんには職人さんがね、やっぱりこう、職人つながりでね、またいい話が聞けないですね。石口さんもいい話を聞かせていただきます。今日もね、本当、うん。とても楽しくてね、はい、ありがとう。またお店の方にお伺いいただきました。お店の時脱いでください。このままじゃダメですか？あ、ダメですか？こっちの方がいいか。はい、いいでしょう。そうです。はい、じゃあ今日ねゲスト西口照彦さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アートモノコーナー、来たー。さて、今回はですね、
周恵佳さんに、周恵佳さん、はい、いらしていただきました。はい、ではちょっとまず最初にですね、こちらのカメラに向かって自己紹介を簡単にお願いできたらと思います。はい、周恵佳と申します。本名越智恵子です。はい、普段はですね、音楽教室で、子どもたちにピアノを教えたり、あと、カルチャーセンターで大人の方に障害教育 のことをしましたり、それから高齢者の施設にもお伺いして、音楽療法などを行っております。はい、ありがとうございます。あ、日本の方だったんですね。恵佳さん、周恵佳っていうのは、ね、中国の方なんてね、思われたかと。よく騙されてますね。騙されましたもん、はい、また、はい、ああそうなんですね。ということでね、まあいろいろ、まあ音楽にね、いろいろ本当されてますね。両方っていうことは、はい、音楽でいろいろその、はい、なんですか、こういろんな病気とか ね、そういったものを具体的にどういう、はいはい、そうなんです。耳慣れない言葉だとは思うんですけれども、はいはい、実際に、まあ、歌も歌っていただくんですけれども、歌を歌いながら健康表現体操といいまして、うん、振り付けに合わせてこう白樺、青空に舞うようにこう柔軟体操みたいなのをしたり、あとこうシャン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 ってこう手首の体操をしていただいたり、はいはいはい、あと春の小川でこう足踏みしていただいたり、はい、それで演奏されるんですか、その曲を。はい、そして、うん、そうですね、その時もありますし、あと鑑賞の時間っていうのもあって、ちょっとリラクゼーションタイムっていうのをしたり、演奏したり、はい、だいたい、まあ、演奏プロの演奏家と音楽療法士とペアでしております。あ、そうですね、はい、ずれてきます、ね、大丈夫ですか、すみませんね。はい、そうなんだ。でもね、今日は見慣れない楽器というのがね、そうですよ、初めて、まあ、はい、ハープっての聞いたけど、はい、僕がハープって聞いたの、なんか小学校の時にさ、こんな大きいやつで、はい、ブルー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 、はい、22弦のチェルシーハープと言います。え、何ハープ？チェルシーハープ。チェルシー、あー名前も可愛いね、チェルシーハープって。チェルシー、ちょっとね、どんな、ね、うん、ちょっと音色なのかをね、はい、春の日の花と輝くっていうアイルランド民謡です。ハープっていう名前。ああ、はい、ハート型なのね、これ。すごい、ピンクとハープなんですね。はい、ハープなんですね。そうですね。はい。これは19弦ありまして、膝に乗せて弾いてもいいですし、ちょっとお手軽ですね、これ。乗せてもいい。置いて方はどっちでもいいんだ。はい。これはアメリカのセラピスト協会が考案されたものです。アメリカさん。はい。まあ、病床の方とか、あと高齢の方でも手軽に持って運べて、そうですよね、この大きさだったらね。はい、じゃあそういうわけでハートなんですかね。ちょっと弾いてみましょうか。はい、シューベルトの子守歌ですね。はい、
感じですけど、これまた可愛らしいね。もうずっとお休みしちゃうとこでしたもん。あれだったよ。もう一軒に一軒に一台からでしょうか。ねえ、いいですね。本当一軒に一台欲しいな。可愛い。すごい。まあね、まあ我々そんなにハープにね、触れることないし、聞くことないですからね。ですよね。ぜひ始めてください。他にはない音色ですよね。でもそうですね、はい、でこれ聞いてる方もすごく癒されると思うんですけれども、弾いてる本人もこの弦の振動が体に伝わってきて、自分自身もすごく癒されるので、弾いてる時になんかうっとりしてる時があって、現実離れしてる時ありますか。弾きながら酔っちゃうんですね。はい、酔ってしまいます。まあ、これとその、まあ、他の楽器とのコラボレーションで演奏とかされてらっしゃるわけですよね。はい、そうですね、はいはい、普段はまあギタリストの方といろいろ、はい、いろんなハーモニーを和音をシャープとかフラットとか系の和音、綺麗な和音を入れていただけるので、はい、そういう楽器とコラボをしています。ちょっとねその映像がありますので ね、ちょっと見てもらいましょうか。周慶華さん、ね、いろいろカルチャー、センターでね、はい、講師とかもされてらっしゃるということなんですけども、はいはい、まあ、ちょっとねそこにもありますけども、チラシがありますけども、はい、紹介いただければと思いますが、はい、NHK の文化センターの方で、はい、この癒しのハートハープとミニハープをしております。はい、はい、あとピアノ講師もしております。はい、それからあと、愛媛新聞社カルチャーと、はい、それからあとはエミフルの十字屋さんですね。十字屋さん、はい、いろんなところで、そちらの、皆さんの都合のいいところに、はい、そうですね、お問い合わせいただいて、なんですか、この癒しのハート、はい、ハープ、うん、ミニハープの方は、はい、第2第4火曜日の10時から11時ですかね。はい、新規開講ですよ、4月からちょうど。あ、新規開講で、ね、開講したばっかりなんですね。まだ途中でお越しくは構わないんです。途中からでも大丈夫なんですね。はい、大丈夫です、いつからでもできます。これはあれですか、その、はい、まあ、楽器とかお持ちじゃなくても当然そこに、もちろんレンタルもありますので、うん、はい、お試ししてから決められてます。あ、なるほど。あ、はい、そうです。あ、その貸していただける金額的にもそんなには高くないんですか。はい、はい、もう69,800円と39,000円です。うん、あ、楽器としたらまあそうなんでしょうね。ギターだってそれぐらいしますからね。はい、はいはい、じゃあ今日はね、周慶華さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。
はい、北海道ラジオ第30回ですね、いかがだったでしょうか。今回も個性的なゲストの方々が来ていただきましたね、うん、あのコーヒー豆をね自分で一品するっていうね、西口さん、はい、ね、でハープ奏者の、はい、誰さんだったっけ、うん、そうそう、周慶華さんね、癒されちゃった、本当に癒されましたね、はい、本当にいい、もうすぐですね、ゴールデンウィークと、はい、あ、そうですわ、ね、これもワクワクするね、ゴールデンウィーク、うん、ね、楽しみだ、みんな楽しみにしてるでしょ、はい、次回もね、きっと素敵なゲストがね、そうだね、たくさんいらっしゃると思いますので楽しみですね。そしてあなたのね、それはいかんやろネタとかですね、そうそうそう、はい、ね、今回も面白いネタだったからね、またそれに引き続き、はい、どんどん送ってちょうだい、はい、ということで、はい、またお会いしたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました、またねー、